ニール・ダイヤモンドはアメリカ合衆国のポピュラー音楽の歌手、作曲家、アレンジャープロデューサー。本名はニール・レスリー・ダイヤモンド。ニューヨーク・シブルックリン出身。1960年代から1980年代にかけて数々のヒット曲を生み、成功を収めたポップアーティストの一人とされる。ビルボードチャートの歴史上で、 最も成功したアダルトコンテンポラリーのアーティストとして、エルトン・ジョンとバーブ・ラスト・ライサンドに次いで3位にランクされている。2005年5月現在、全世界で1億2000万枚以上の売り上げを記録している。本国アメリカ合衆国では4800万枚のセールスを記録する。1980年代以降、売り上げは幾分減少したが、 ワールドツアーを数回行うなど活動は盛んである。彼の作り出した楽曲の多くは異なるジャンルの多数のアーティストによってレコーディングされている。1984年にソングライターの殿堂入りを果たした。2000年にサミーカーンライフタイムアチーブメント賞を受賞。2011年にロックの殿堂入りを果たした。未だ来日公演のないアーティストの一人である。 ニューヨークでユダヤ人移民の両親の家庭に生まれ、ブルックリンで育った。ニューヨークのエラスムスホール高校に入学し、そこで同級生のバーブラストライサンドと共に合唱部に所属する。転校後、卒業したアブラハムリンカーン高校ではフェンシングチームのメンバーだった。16歳の誕生日にギターを贈られ、その演奏を学ぶ。ピート・シーガーを当時の手本としていた。 その後、ニューヨーク大学に入学、フェンシングで、奨学金を得て、偉大予科生学生となる。生物学に興味があったが、有機化学に大使研護感があったことと、音楽の追求のため、卒業まで1年を残し中退した。1960年、高校からの友人、ジャック・パッカーと、ニールとジャックを結成。エバリー・ブラザースのようなデュオだった。 デュエルレコードと最初の契約を結んだ。シングルホワット・ウィル・アイ・ドゥをレコーディングするも成功せず。1962年にソロパフォーマーとしてコロンビアレコードと契約する。シングルエティ・ナイトをリリース。ラジオ局を回ってのプロモーションにもかかわらず、チャートには上らず、コロンビアを解雇される。まもなく、バードランドクラブでのピアノでの作曲活動に戻ることになる。 1972年10月1日のニューヨークタイムズのインタビューによれば、この頃、名前をノア・カミンスキーに変えようと考えていたという。ジョエル・ホイット・バーンチョのトップ・ポップ・シングルスでは、これが本名であると語記されている。1985年のテレビでのインタビューでは、ホストのバーバラ・ウォルターズにエリス・チェリーへの改名も考えていたと話している。結局、キャリア初期は、 ブリルビルディングスタジオの作曲家として過ごした。I, イ m A Believer, エイ i t ル l ッ Bit Me, トル i t ト l ー Bit You を書き上げ、モンキーズに提供した。ダイヤモンドは、プレ、ファブフォーのために、これらを書いたと言われるが、実際は、自分自身で歌うために書いたものであり、録音もされていた。だが、カバーであるモンキーズのバージョンは、そのリリース以前に発売された。だが、 この楽曲の大成功により、ダイヤモンドは、ソングライターとしての名声を得始める。アイ・アイム・エビ e b バーは、1966年のソング・オブ・ザ・イヤーに選ばれている。1966年、バングレコードと契約。ソリタリーマンは彼自身での名義での初のヒットとなった。その後、ケンタッキーウーマン、チェリー、チェリーなどのヒット曲を生む。チェリー、 チェリーのオルタネイティブバージョンはボックスセットインマイリフタイムに収録されている。バングレコード時代のプロデュースはジェフ・バリーとエリー・グリニッチという著名なベテラン制作者により行われた。両者とも多くの曲でバックコーラスを務めている。だがダイヤモンドはバングレコードに拘束されているように感じ始めた。より野心的で内省的な音楽を追求したいと考え、 契約の不備をもとに別のレーベルに移籍しようとする。結果は一連の訴訟になり音楽活動も若干停滞する。後には裁判で勝利を収め、1977年にはバングレコード時代のマスター音源の所有権を確保した。1960年代後期に MCA レコードと契約した後、1970年にカリフォルニア州ロサンゼルスへ引っ越しをした。 クラックリン・ロージ、スイート・キャロラインなどがヒットし、ソング・サング・ブルーは72年に全米1位になった。ロサンゼルスのグリーク・シアターで10回のコンサートを行い、チケットを完売させた。8月24日木曜日のパフォーマンスは2枚組のライブアルバムホットオーガストナイトとしてリリースされている。以前のヒット曲を生き返らせたとして、 彼のパフォーマーとしての魅力を示すものである。このアルバムは古典的名作となっており、オーストラリアの音楽チャートでは29週間連続1位を記録した。また、ヘレン・レディトのデュエットソングサングブルーを収録した1977年、グリークシアターでのライブアルバムラブエティーザ・グリークは2006年にオーストラリアで行われた好きなアルバムの世論調査で16位になった。 1973年、ダイヤモンドはコロンビアレコードへ再び移籍する。そこで彼は映画カモメのジョナサンのサウンドトラックを制作。これは映画自体より多くの売り上げを記録した。1974年、アルバムセレナーデをリリース。ロングフェローセレナーデ、I've Been This Abe For を収録。1976年、 ザバンドのロビー・ロバートソンがプロデュースしたビューティフルノイズをリリース。同年の感謝祭でのザバンドの最後のコンサートラストワールツにゲスト出演。さきのアルバムでロバートソンと共作したドライ・ユア・イズを歌った。またラストでのボブ・ディランのアイシャル・ビー・リリースドに他のミュージシャンと共に加わってもいる。しかし、このダイヤモンド参加はロバートソンのご利押しとも言え、 ロバートソンと他のメンバーとの不仲を決定的なものとした。ディープパープル、ルル、クリフ・リチャード、UB40、ジョニー・キャッシュなどがいる。1991年、フランク・オズ監督の映画、おつむて、ん、て、ん、クリニックの劇中のセリフに使われてもいる。主人公は離婚の原因を元妻がダイヤモンドのファンだったからとして、世界には2種類の人間がいる。 ニールダイヤモンドに合うやつとそうでないやつだと語っている。近年はツアー、CD 制作など大勢に活動している。2001年から2002年、2005年から2006年にかけてマディソンスクエアガーデンやステープルズセンターなど大規模アリーナ会場を回る世界ツアーを北米、ヨーロッパ、オセアニアなどで展開した。 アメリカでの工業収益記録の10位に入る成功を収めた。2005年11月8日、リック・ルービンのプロデュースで12ソングズをリリース。スペシャルエディションには2曲のボーナストラックを含まれ、そのうち1曲ではブライアン・ウィルソンがバックボーカルで参加している。ビルボードチャート初登場4位を記録し、健在ぶりをアピール。ゴールドディスクも獲得し、 2006年には新たに2枚組として再リリースされた。2005年12月31日、毎年恒例の人気番組、ビッグ・クラーク、エス・ニュー・イヤーズ・ロッキン・イブ2006に出演。2006年1月15日、カリフォルニア州ストックトンのストックトンアリーナのコケラ落としとしてコンサートを行った。100万ドルのギャラがダイヤモンドには支払わたが告知不足と、 チケット販売の遅れのため40万ドルの損失を出してしまい、市の担当者が解雇されている。2007年、地域の功労者を表彰する、ロングアイランドミュージックホールオブフレームの殿堂入りを果たした。2007年12月、UK ツアーが来年6月7日、と8日、マンチェスター、10日と11日、バーミンガム、21日、23日、24日、 ロンドンに行われると発表される。その後、6月5日グラスゴーのハンプデンパーク、17日サウスハンプトンのローズボール、19日カーディフのミレニアムスタジアムが追加された。2008年1月31日、グラストンベリーフェスティバルへの出演が発表された。3月19日、アメリカンアイドルで彼の楽曲を歌うショーが4月29日と30日、放送されると発表。 4月8日、ボストンレッドソックスの本拠地、フェンウェイパークの巨大スクリーンで放送され、8月23日に彼のワールドツアーの一環として、フェンウェイパークでコンサートを行うことが発表された。同時に2008年のワールドツアーの日程が発表される。伝統的に8回にスイートキャロリンが歌われている。4月28日、 ABC のジミー・キンメルライブでスイート・キャロリンを歌い4月30日アメリカンアイドルでニューアルバムホーム・ビフォー・ダークからの新曲プリティ・アメージング・グレースを初披露5月2日シリウス・サテライト・ラジオでニール・ダイヤモンド・ラジオがスタート5月6日ホーム・ビフォー・ダークをリリース5月15日にビルボード総合アルバムチャートナンバーワンに立ったこれは 彼の長年のキャリアにおいて初の快挙となる。5月18日には UK チャートでもナンバーワンを達成。UK では1992年のコンピレーションアルバムに次ぐ2枚目のナンバーワンアルバムに。その結果、1966年のデビュー以来、最も長期にわたりオリジナルアルバムのナンバーワンを生み出したアーティストとなった。7月19日から、 ミネソタ州セントポールから全37都市を回る北米ツアーがスタート。マディソンスクエアガーデンやハリウッドボールなどが含まれる。8月23日にはフェンウェイパークでも行われる。1963年、学校教師 J ポスナーと結婚。マージョリーとエリンの二人の子供が生まれるが、1969年に離婚。同年、マーシャマーフィーと再婚した。 彼女との間にもジェシーとミカを設けるが1995年離婚。その際、1億5000万ドルにも及ぶ遺写料がマーシャに支払われた。遺写料の金額としては世界で4番目である。ニールはあいつは全部持ってっちまったと語った。オーストラリア式フットボールチームのブリズベンライオンズのファンである。また彼は自身で著作権を保有するアーティストの一人。 同様のアーティストに、ポール・サイモンや、ビリー・ジョエル、ピンク・フロイド、クイーン、ブルース・スプリングスティーン、ジェネシス、ジョニー・リバースなどがいる。https WW、www.express.co.uk、エクスプレス・ユアセルフ、三千九百七ニール・ダイヤモンド・ i.m.2 マッチ・オブ・ゲイ、ローラーパーセント・ナナクタイトルイコール・ニール・ダイヤモンド・ i.i.m.2 マッチ・オブ、 エローナー、デイリーエクスプレスケネディ大一流の維持、キャロラインに向けて歌った曲、ビルボードイージーリスニングチャートでも1位となった2005年3月のオーストラリアツアーでの新聞インタビューによる。ありがとうございます。